沖縄防衛情報局、沖縄防衛情報局局,局長、応答願います。どうした主任沖縄に危機が迫っています。それは非常事態だな。今日も我々の出番ですね。そういうことだ。では行くぞ。はい。 リスナーの皆様、こんにちは。沖縄防衛情報局のお時間です。局長のがなはたか主任のがなはま子そして特別顧問の江崎師匠がお送りいたします。この番組は、沖縄に迫る危機について、リスナーの皆様にその実態をお伝えしようというものです。現在、我が沖縄県に、中国による侵略と琉球独立という 沖縄革命が進行中ですこれは地元新聞マスコミを含む左翼活動グループがその主体です米軍基地反対自衛隊反対島くつ運動先住少数民族沖縄の自己決定権オー路沖縄日の丸反対国家君がよ反対これらはすべて裏でつながっており左翼活動グループが 市民団体を装って行っていることです沖縄県で繰り広げられている反戦平和運動はそのほとんどが偽物であり革命運動をカモフラージュするものですその目的はこの沖縄県に中国や北朝鮮のような左翼独裁共産主義体制を打ち立てることにあります沖縄防衛情報局は沖縄の子どもたちの未来のため彼らから 我が沖縄県を守らなければならないと決意していますこのラジオをお聞きの皆様もどうか共に目覚め立ち上がってくださりをお願いいたします、えー、リスナーの皆様こんにちは沖縄防衛情報局のお時間です本日もまた皆様にですね貴重な情報を提供してまいりたいと思いますこの番組は、えー、琉球新報 沖縄タイムズをただす県民国民の会の主催で行っております。そして局長、私、香川貴弘、主任、香川雅子、見ての通り、親子でですね、政治活動をやって、なんとこの沖縄県にはびこる左翼を、親子でいっつけるという壮大なる遊びと申しましょうかね、といったら怒られますけど。 えー、主任、はい、今日のメニューですけどね、はい、え相変わらずですねこの狂った日本になってしまってですねなんか自民党が LGBT 理解増進法案というあの中にですねこの性のあり方男性であるか女性であるかをですねその人本人が言ったとおりにするとこれ性の自認と言いますけどね自分で認める。 だから、極端な話がね、この勝手に自分は、ね、男なのに女だと言ったり、女なのに、ね、男性であると言って、それが正式なものになると、まあ、すでにアメリカではそうでありまして、もうアメリカ国内はとんでもない混乱、えー、弊害が出ておりますが、それを日本でもまたあ繰り返そうというところのとんでもないね、えー 時代になっておりますがもう自民党も半分以上は左翼に傾いておりましてよほど野党よりも危険なのは自民党じゃないのかという気がしてなりませんけども、えー、今日はこういった事柄とそれから先週に引き継いで主任がヨーロッパで取材をしてきたいろんな報告をです、ね、続きをしてみたいと思いますけども、えー、ではまずあのこのあれからいきましょうかね。 一般のトピック、これは、えー、共産党の党員がですね、ある本を書いたんですね。本を書いた人の名前は、松竹信之さんという方なんですが、書いた本は、えー、新日本共産党宣言、えー、サブタイトルが平党員があ党首公選を求め、立候補する理由と、なんと共産党党員の一人がですね、 共産党もね他の政党と同じように党首をみんなで選挙で決めようと言った途端です、ね、一緒に、ね、除名だと <laughs> こういう共産党が政権を取ったらね気に入らない国民はみんな除名ですよ、うん、粛清、えー、実際共産主義革命でねとんでもない数の人間がね無効の民があ人権を無視されるどころか殺戮されたというのがあってですね えー、武田邦子先生によればあれは共産主義ではないと、ね、殺人主義だと,、うん、と言ってましたねなぜならね共産主義国家は例外なく国民を迫害してとんでもない犠牲者を出してきたという歴史的事実があるわけですよ、えー、そ,このそれでねこの共産党をあのちょっとでもねこの改革しようというのがやっぱりあるんでしょうね、えー、そういう下からの要求に対してなんとこの えー、共産党執行部は、あのー、この異論は許さないじゃないんだけども、こ,これが汚いね、えー、全く異論を許さないとはっきり言えばいいものをね、それじゃ選挙で票が落ちるもんだから、えー、異論を許さないというわけではないと、しかし、党の規約に反するから、あのー、仕方なく除名したというね、このけのわからないことを言ってるんですけども、もうこれも広く天下に、危険な政党だなということを、自らアピールしてしまったということな,なわけですよ。 あとですね、主任、はい、この中国が核弾頭をね3倍に増やすという計画を発表したんですよ、2035年までに。で、これは琉球新報からの記事になりますけども、あの、まあのま何かといえば平和主義ですよね、中国と対話まし,しましょうと、で自衛隊があ,あしただの、えー、沖縄のね、在籍米軍があ,あした、こうしてであの、この、 ヘリの、ね、不時着さえも認めないという狂った新聞ですけども中国の脅威に対してはとても、ね、淡々とした報道しかしないんですよ。日本は、ね、この核武装どころかあの原発さえ認めないという連中がお隣の中国が、ね、こんな平和な世界状況情勢にあってなんと核弾頭を3倍に増やすと。 で900発持ちたいいらしいんですよ、はあ、とんでもないこの,このキャンペーンをしなきゃいけ,いけませんよねキャンペーンをもうこの中国の競技に関しては実にね淡々とした客観報道に徹するという、えー、このずるさですからね、えー、最近の新聞はかなりもう苦しくなってなんかこの間ですねこ,のこれはまあ沖縄タイムズだったのかなあーこの、えー、自分のところのホールで なんか平和に関すするシンポジウムかなんか開いてるんですよで沖縄こそがアジアの、えー、平和にね、えー、貢献すべきだなんてけのわからないことを言ってもうなんとか中国の脅威論を県内に広まるのをせようという一生懸命なわけでございますよでこの稲峰慶一のー元沖縄県知事が基調雇用なさったと言いますけどもね何をしてきたのか今まで、ね、これほど中国をのぞまらせて,て 今沖縄県はすごく、ね、危険な状況台湾有事が発生するとまず沖縄の先島を、ね、中国人民解放軍が乗り込んでいくるのは間違いないですよ。もう、ねえー、いよいよ沖縄県の使命が制されるような展開になってますけどもなんとのんびりとした、ね、日常風景を繰り返していますがこの核弾頭を、ね、あの極端に増やすというのは、えー、主任はどう思いますか えああももう一回言ってもらえますかこのの核,核弾頭をね、はい、中国はこの平和な時代ですよ、うん、アメリカに対抗するために、核兵器を、核ミサイルを、あ核弾頭をね、えー、900発持ちたいと、うんうん、一発でも恐ろしい威力ありますよね、この一発というのが、あの広島、長崎にかつて落とされた原爆のね数十倍から数百倍の威力があるんですよ、一発だけで、それを900発持ち,も持ちたいと。 もう狂ったように日本の、ねうん、あれ沖縄の平和団体はあのこう中国に対してキャンペーンで、ね、抗議をしなきゃいけませんけどね一人として声を上げないんですよあそういうい意味ですね,ねそれについて主任は、ね、<laughs> どう思いますかってことこですねあか彼らは要するにただのプロパガンダに踊らされているから本人たちでは何にどう反応していいかあのわからないと思うんですよ。 何が危機で何に対して声を上げるかっていうのは彼らが信奉しているマスコミとかあるいは共産党でしたら共産党のトップが今度はこれについて声を上げろってなったら空気感でもってそれに流されて彼らは自分の意見であるかのようにあたかも話を声を上げるわけじゃないですかだから全部パターンは似てると思うんですよねこの中国のものもそうですけど。 あの環境問題のグレタちゃんいるじゃないですか。グレタちゃん。今オハイオでですね、ええ、脱線事故が起きていて、あれあの相当なあのとんとんでもない化学物質がとんでもない量もうばらまかれてパレパレスチンっていう名前の地域なんですけれどもオハイオ州アメリカのアメリカだねパレスチン。レスチンそうなんですよ。動物園ですかね。そうですね。そういうところがあって川ですね。 一見何にも普通に見える川に石投げるじゃないですか、うん、そしたら川の底にですよこの化学薬品が沈殿してるんですけどそれが上に上がってきてですね<ー>でもうキラ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 輝くんです<ー>上に上がってきて<ー>これ見て環境問題で騒いでいらラの活動家ってどこにいるのかとどこにいるのかとかこれこそ環境問題じゃないかと、うん、だから環境問題もこの中国のこの平和問題とかも 本現実はどうででもいいわけですよね、うん、もうこれで改めて分かります、まあ、グレタちゃんといえばこいあの間ジュネーブでね主人が追っかけ回して逃げるグレタに追っかける政子という構図になってて <laughs> 見てて大変面白かったんですけどね <laughs> あ,のあの子はあれですよねあれほどね大,大声で叫ぶくせに環境なんだかんとかね 一番環境を汚している中国は、ね、一言言文句言っ,、ね、言ってないんですよね。どうですか言わないんですよ。で、これをですね、別のジャーナリストにあの追及されてるんですよ、<う>歩きながら。<う>あなたは環境問題って言うけど、今一番環境を汚している、どうして中国には抗議の声を上げないのかと。あの、今回こ今回ああ。あなたと一緒に近くにいた人が、えー、別,別の人が。別の日にですね。あ別の日にね、別のジャーナリストに、うん。うん また質問マイクを向けられていてその時ももうこの問題に関して無視ですああ答えない答えないほん当にねなんかこう作られた人間じゃないですかあれどうですかほまさしくそうですねええー、だから皆さんねこういうね、えー、ボランティアの我々があの世界の真実を伝えてると恐ろしいようないかですね <laughs> でもなんかあのそうですね あ局長、はい、記事を紹介されますか。えーとね、じゃあ、これをね、はい、あのせっかくだから、琉球新報がやっとこさ記事にしてちっともねキャンペーンを張らない <laughs>、えー、この中国のこのね第二次世界大戦もう70数年前の戦争で使われた核,核兵器がね一瞬にして10万人、20万人を殺せるんですよ。<う>現代の核兵器はね威力をたるや もうとんでもなくこの破壊力が高強まってるわけですよ。それを今、300発あるのを、ね、900発増やしたいとお隣のこの凶暴な中国共産党が、ね、でそれはどういう内容なのかというのをちょっと、ね、この記事から紹介ししていいきましょうかはいえー、中国核弾頭3倍増へ、えー、アメリカに対抗35年までに900発。 これは2月12月日の記事です中国人民解放軍が米軍との対立激化を視野に原油約300発の核弾頭を2035年までに3倍の900発まで増強する方向で検討していることが分かった複数の中国筋が11日までに明らかにした米あ軍トップを兼、えー、ねる 習近平国家主席も了解しているという増強すれば核弾頭ミサイルの、えー、多弾頭化などにより対米抑止力が大きく向上する中国は近年核戦力を強化しており米国の報告書は35年に1500発に増える公算が大きいと予測していた同予測よりは少ないが核戦力の大幅な強化となり中国が 基本とする核の先制不使用政策が変質していく可能性もありそうだ中国筋によると軍最高指導機関中央軍事委員会は昨年11月に会議を開きロシアのウクライナ侵攻でロシアと NATO との正面衝突に至っていない原因はロシアの強力な核戦力が抑止力になっているからだと分析。 核戦力の重要性が再認識された。中国軍創設100年となる27年に550発、35年に900発へ増強する方向という。ほー、はあ、だからね、あのもうこれはこの戦争をあの予定してるんじゃないのかと、あのアメリカ相手にね、そしてアメリカに。 もし、ね、核戦争になったらお互い壊滅的な打撃を受けるから中国の、ねえー、尖閣諸島、先島、日本、台湾侵略を認めるとそれをこのアメリカに、えー、突きつけるためにあの核戦力を増やすわけですよだから遅くともですね主任ね2035年までにはねもう沖縄も台湾もね全部中国になりますよ。 恐ろしいしい最近沖縄のおあれは伊是名島の近くですかえー、えハジマが半分中国人女性半分中国人企業でしたっけが買って問題になってますよねでもわわ日本政府はあのこれは問題じゃないって公式喧嘩を発表してしまいましたもんね、うん、もう取られてるっていう感じ,じですねこれはねあのー、なんか続報ありましたけど あの販売した人は、ね、あの例の奥重治さん<ー>奥重治さんがこのこう取引に携わったという話があって本人は、ね、知らなかったともうこのいわゆるもう売国党的な行為ですから要するにカモフラージュでね、えー、日本企業と偽ってこの中国企業に買われているとこういうケースが結構多いじゃないですか。 まあ、そういうふうな、あの、報道も、ありましたよね。だから、着々と進んでるわけですね。今、お名前あった奥茂原さんという方は、えー、まあ、ネットを調べると、過去の活動なんかも出てきて。はいはい、ええ、まあ、保守系の人たちからは、すごい人気があった方ですよね。ねはいはい、で、まあ、今、お名前を聞いて、久しぶりにびっくりしたんですけれども、元自衛官の方でしたよね。そうですね。で、中国の脅威を高らかに、ええ、声を上げていた方で。えー ちょっと詳細が気になりますね,ねえもう本人とすれば日本を守るといろいろ頑張ってきたのにねその自分が中国に、ね、結果的に島を売っちゃったのかみたいなねああ知,ら知らなかったとはいえもうほんのじくじた思いがするみたいなことを<ー>あのネットで上げてましたよあそうでしたかご本人がね<ー>、まあ、もし誤りでしたらまた訂正させていただきますがあのほぼ間違いないんじゃないでしょうかね<ー>、えー、だから一刻々と我が沖縄県は。 あ中華琉球民族に近づいていると恐ろしいですねあの自国のね、えー、中国人民を平気でね人権弾圧、えー、あるいはこの反対派でしたら殺戮するような今、習近平があのもうあれじゃないですかこの間の党大会でねあの天下取ったじゃないですかそした反対派の、ね、有力者が次々姿を消しているんですよね、うん、あるいは次々ね病死していると。 だからおそらくこれはもうこの秘密機関を通じて粛清殺されているんじゃないかというふうに強い推測がなされているわけですから自国民をこ,れをこんなに平気にね殺戮する中国人民共和国があの他国を侵略してねどういう扱いをするのかというのはこれはもうチベットやモンゴルでも立証されていることでありまして えー、2035年、遅くとも2035年までにはこのままでしたら中華琉球民族はね、えー、こう取り込まれて、えー、この地球上からうちのチ長がいなくなると琉球文化を根こそぎ、えー、なくなっちゃうと、えー、いうことが起きる可能性が高いわけですよね。それをね、えー、我が自民党、岸田政権はね、えー、このなんて言いますか危機感も何もないと。 暴国の自民党私、フレーズを考えるの好きなんですよ、一緒にね。この、亡国の自民党と、反日のマスコミ作用という対比で考えると、よく分かりやすいんですけども、もう頼りにならないと。だから、参政党とかね、そういう手作りの政党が、今、どん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 力をつけてますでしょう。これは、あの次のね大きな選挙あたりでは、かなりまた大きな成果を上げるんじゃないと思いますけども、まあ、そういったことに希望を、 託さなきゃいけない状況であるということでございますね。あと主任ね、あのこ,のえー、この間、あー中国でスパイ罪で捕まった人がいたわけですよ。で、刑期を終えてね、えー、帰国して記者会見を開いているわけですね。で、このこいきなり拘束されて、あの、 隔離施設に連れて行かれたらしいんですよ。似た話を聞いてですね、これね、今から数年前でしたかね、えー、商社関係の人があの、いかに中国は恐ろしいのかということを聞かされたことなんですよ。で、この方、は出張で行って、ホテルにいきなり中国の公安が踏み込んできて、頭金かぶされてね、強制連行、強制連行、もうこの街の中をもを右行ったり左行ったりね、とんでもないところに連れて行かれて、 あの隔離施設あんですよ元ホテルらしいんですけど、大きな町の,あの中国の、ね、大きな町のところに必ずあるらしいんですよね。元ホテルで、えー、この収容所、刑務所みたいな、そこで尋問やら拷問やらとかなんてひどいことされるんですけども、それを実体験した人を、ね、私は知ってるわけですよ。その方は、ね、もう殺されると。うん、<laughs> 殺されると思ったらしいんですよね。消されると。 おそ、まあ、らくいろんな商取引の関係であの脅されたんじゃないのかなというふうに本人はおっしゃってましたけど、まあ、なんと生きて帰ってこれてねもう二度と生きたくないというふうなことを言ってましたけどあのこの記事でもですねあのこの鈴木英二さんという方なんですけどもこの人ね日中友好あれですよ日中交流推進のためにね2016年から200回以上訪中してんですよ。 もう,<回>もう本当の族底中国のお友達えそして元はね日中青年交流協会の元理事なんですよお<ー>その方がね無実でと捕まって6年間刑務所を込められたんですよね、うん、でこの取引として弁護士が無罪を主張するこの鈴木氏に罪を認めて謝罪すれば刑期を1年程度短縮できると説得したが 中国の弁護士がね、鈴木氏は拒否、裁判長に手紙も書いたが、徒労に終わったと。その鈴木さんがおっしゃるには、今、さらにねこの、こういうスパイ罪の運用を強化しているんで、ますます増えていくだろうと捕まる人がというような心配をなさっているんですよ。うん、あの不思議なことにですね、親中派が結構捕まるんですよ。うん、前お話し,しましたよね。 親中派があのひどい目に遭うとこの方も200回以上あの中国行ってますからもう本当にあのいろいろ意味で優遇されたり特別扱いされた方なんですけどもいざとなったらね親中派がとっつかまるんですよ。うん、これはね私の推測ではあの日本国内にいる親中派に対する警告もっとね中国に中期を励まないのかと、うん、脅しでございますよ。うん、いつだってねパクれるんだぞと。 でさらに恐ろしいのはこの記事で,で,ですけど、産経新聞の,、ね、あの中国は日本で、ね、密告尾行していると、要するにこの間、あの主任が報告したあの世界各地に、えー、中国は交番所を置いていると、秘密警察秘密警察ね、こいつらがあのいろんなワルスをしているらしいんですよ。 ねまあ、こういった記事もいっぱいありますけどもだからねもうやがて沖縄もねアウトじゃないのかともうこんな狭い島はどこに逃げましょうかねやんばるの,あの <laughs> 昔のクンジャンと言ってましたね国組の深いあの米軍の、ね、野戦訓練場あたりに逃,逃げましょうか <laughs> ハ,ブハブが待ってますハブが待ってると <laughs> とんでもねえな、えー、ではね一般トピックはこのぐらいにして皆さんお持ち帰りのねガナー・マサコースイス・ジュネーブ ダボス会議報告の代理だということで、まずね、お、え、確、ー、からの質問。たびたび主委が主張するこの、えー、グローバリズム全体主義、うん、このグローバリズムとは何なのか、こう危険性を含めてね、一般の方にわかりやすいように解説をお願いいたします。あ、はい、えー。今私たちがひ日々生活をしていますが、どんどん世の中が急速に変わっていっているのを誰しも 感じると思うんですよね例えば え最初に冒頭でお話をした LGBT の法案の話ですとかあるいは最近あのよくコオロギの昆虫食っていうのを見にしませんかまあネットでもそうですし無印良品でもコオロギのせんべい売っていたりコオロギのチョコレートを売ってたりだとかで2030年とか2050年までにこういうことをしましょうこういうことをしましょうっていうふうな政府がいろんな政策を決めていってるんですよねでまた えー、環境をよく守るために、えー、石油は悪なんだとそして、えー、クリーンエネルギーを推進しましょうっていうふうに言って東京都とかでしたら小,小池都知事が新しく建てるお家にはすべてソーラーパネルを設置しないといけないこれを義務付けるっていうのを2025年から始めるっていうことも決めました。 法律的にどん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 私たちの生活あるいは法律だけじゃなくてもう空気感として日本全体が一方向に向いているのを皆さんも感じるでしょうでこれが善意ではなくてある意図を持って日本だけではなくて世界中に同じことがなされているわけですどうしてこんなに言葉も違うし文化も違う気候も違うじゃないですか そんないろんな国々が一方向に一斉ので向かってこの政策をどん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 各国政府はやっているのかこのあれおかしいなっていうこの感覚的なものを皆さんに感じ取ってほしいんですよね。どういうことかっていうと世の中こんなきれい事で回ってるわけでは実際はなくて全体主義を思考としていろんなコントロールをするようなことを例えばダボス会議。 世界経済フォーラムというシンクタンクが世界の主要な政府の人とかあるいは企業の、えー、社長なんかを呼んできてこれからこういうふうに会社経営をしていく世の中の私たちは倫理的にはこうやって生きていかなければいけないそういうふうな会議を毎年やってるんですよ。でそれが 最初は善意だって思ってた人たちもなんかおかしいぞっていうふうにうすうす気づくようになってきているで、まあ、私はその実際実態を見に行こうと思って今年行ったんですけれども要するにグローバリズムっていうと世界の人と仲良くしましょうとか協力していきましょうっていう意味で聞こえはいいじゃないですかでも過去昔起きたソ連とかあるいはナチスとか あるいは今現在進行中の中国共産党の恐ろしい政治体制独裁主義体制あるじゃないですかあれを環境とかそういったものを口実にして全世界に今度は適応しようという動きがあるわけですよそれが私たちが呼ぶところのグローバル全体主義というものですどおかしなことがですねどん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 起きてるんですよね説明がつかないんですよ 例えば最近見たあのテレビの番組ですけど今の酪農家が牛乳ですねどん,どんどん捨てないといけないは面になってるんですよ。この一時期政府がバター不足だからどん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 牛乳を量産してくださいということでいろんな設備投資を酪農家にさせたんですよ。でも今度はこの牛乳多すぎるから削減してくださいと言って捨てさせてるんですね。 でもこれ捨てさせるのもこれ制限が決まってるんですよ政府から。で、もうドブにどんどん牛乳が流れていく映像があるんですけれども牛は一回こう生まれて牛乳出す準備ができたらストップって言ったらおっぱい食べられないじゃないですか,か捨てるしかないわけですよ。うん、で、泣く泣く農家は餌をあげて育ててるけれどももう政府の政策だから捨てなきゃいけないっていうふうにしてるわけですよ。ね これ牛乳なんてプロ,プロテインじゃないですかタンパク質じゃないですか捨ててるんですよこれが今起きていて農家は苦しんでいるなのに同じ政府がタンパク質がなくなるからじゃあ代替食を考えないといけませんと言って新しい産業にどん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 資金を公的資金をつぎ込んだりあるいは法律の面で法,法整備をしてあげてコオロギとか そういったこの自動化でコオロギを量産してパウダーにして市場に載せるっていう人たちとコラボをして政策を進めているんですよ。これ一つとってもあれ、タンパク質が足りないからコオロギ量産してるんじゃないのってでも、なんでじゃあ牛が天然に出してる牛乳は捨てるわけとだ片方だけ見ていたらわからないんですけど全体で見ると言ってることとやってることが意味なさないっていうのが見えてくるんですよね。 でそういうものを含めてどこからじゃその発信源になっているかっていうと日本はもうそれにただ政府は従っているだけというかもう飼い鳴らされてしまっていてでその私たちの生活を脅かすものを私たちはグローバル全体主義と呼んでいてじゃあ誰がそれをやっているのかというと私たたちちが選選挙で選んでない人たちなんでんんいなな人すよね LGBT 法もうそうですよ。なんかあの すべての人にみんな優しくしましょうとか差別はいけない言ったら誰でもはそうですねって言うじゃないですかでも裏でやっているのは人類の人間性の破壊ですよこのあ中にはですね今日朝起きて鏡を見て自分が女か男か気分をチェックするなんてそれが性の自認っていう彼らの言ってるのに入るんですよ<う>でアメリカとかでは今も裁判にもなっておかしいといった人が負けてるんですけれども、うん このジムのロッカーでシャワー浴びてる男がいたとびっくりするじゃないですかえーと警察に通報したら通報した女性が悪いことをしたってなるんですよで今度はこの女性がこの男性にとって女子更衣室の中で危険人物だからこの人とがいるじ時間というか時にこの女性は女子更衣室に入れないってなるんですよこういうふうなもう人間性の破壊は起きている。 で、いろんな,このなんかアイシャドウから何からして法廷に立ってるんですけれどもこの男性がこれをこうのもう社会にこの人のわがままというかもう変態ですよね自分はかわいそうかわいそうって言って <laughs> だってこん全部世の中混浴で我々 OK できますでもこれ法律でおかしいと言ったらこの人がおかしい罰せられるような社会を作っ,て作ってきてるんですよ。それが日本にも今、波及してきてきいるわけで、もう もうですねこれにおかしいと思わない人たちっていうのは社会の,こうのマスコミとかあるいは同調圧力に負けてしまってもう,戦う心を失っている人たちなんですよね。で、迎合したら自分はいい人であるというふうにだからもう今は我が子を守るためにどうするかって立ち上がっている親。 親が子供のたためだったら何ででも頑張るじゃないですかそういう原動力で今、アメリカでもですねおかしいっていう人たちがまあ立ち上がっているような現状で、まあ、我々、日本人はこのおかしさにですねちゃんと気づけるかどうかですけれども、まあ、今の様子を見てみるとマスコミの力があまりにも大きすぎておかしいと思っている声があたかもないように見えるように作られているんですよねはい、まあこれはグローバリズムると。はい 世の中、社会全体をある一定方向に向かわせている陰謀があるとあの陰謀論を用いなければ説明できないことが多すぎますよね。はい、例えばあの、まあ、今あの、ウクライナ、ソ連の、ね、ロシアの、ね、ウ,クライウクライナ侵攻がありますが、それに関連して去年の9月にノルドストリーム2という海底ガスパイプラインが爆破されましたよねこれをね。 誰がやったのかとこれほどロシアを挑発する行動もないんですけどこの間アメリカの有名なジャーナリストがねやったのはアメリカだと協力したのはノルウェーだとそういう、ね、アメリカ随一のジャーナリストが暴露してるんですよ。でこんなことが、ね、普通の政治家政ブにできるのかということですよね。 だから陰謀論がもう本当にこの面白くて説明がすごく、ね、あの合理的なわけですよ。あのちょっと話変わりますけど主任、ね、臨死体験ってあるじゃないですか、はい、不思議な体験ね。臨死体験の研究者は今世界中にいますけどただあの世に行ってきましたでは、ね、あの相手にしないですよね。うん、あのこういうことなんですよ。つまりこう客観的に、ね、臨死体験あの世があるというふうにした体験を この証明できるものじゃなければこう臨時体験の話を聞かないんですよ。研究対象にならないと。例えば、あ,のあれですよ、臨時体験でね、この生き返った少年が、この東まあ、アメリカの子がね、イギリスの,このイギリス、いとこね、が迎えに来てたと、自分が死んだときにね、脳波が途切れたときにね、えー。そしたら、あれですよ、あのこの、 何言ってんだと思うよと、うんね。いとこは生きてるはずだよと言ったらね、それから2時間後にね、いとこがね、少年が溺れて死んだというの連絡が入ったりするんですよ。だから昏睡中の、あれ臨死体験中の脳、ね、波もと切れてるこの子が分かるはずないじゃないですか。かこういった特殊な事例が出なければ、あの研究者は取り扱わないですよ。ただあのように言ってきましただけでは。 あの取り合わないんですよ何が言いたいかというとです、ね、つまり臨死体験があるというを主張する方々の方が臨死体験はないという方々よりも科学的なんですよ。この否定派なん,なんどういうことを言うかというとそれは脳内麻薬が出てるとか、ね、幻覚だとかあるいは、ね、極端な例だとテレパシーだと。テレパシーが働いてるいわけのおかないことを言うんですよね。 あのつまりですね、えー、テレパシーよく知られてないんですよ。解明されてもいないと、臨時体験もね。解明されていないもので解明されていないのを説明しようという、ね、非科学的な態度、これが臨時体験否定派の特徴なんですよ。ね、どっちが合理性があるのか、うん、どっちが筋が通っているのかですよね、方法論としてね。だから陰謀論を用いないと、この世界情勢は説明できないわけですよ。ねえー、それをね この鼻で笑っている連中多いでしょ。頭おかしいんじゃないかと。ついこの間まで UFO の話をしたらね、お前頭おかしいんじゃないかと。もうせせら笑ってね、まだ夢見てるのかと、子供じゃあらめしみたいなこと言ってましたけど、ついこの間、アメリカ国防総省が UFO を実在すると言ってですね、世の中をひっくり返したんですけども、だから主人がね、今追っかけているグローバリズムもね、これはあこのいわゆるこの世界を牛耳る。 連中がいて、ネットワーク的にね、えー、そこで世界各国をの国家の主権を今ど、んど,んどんどん取り上げていってるとで。各国の政治家を操って、まず、主任決めたように法律を作るんですよ、法律を。法律を,法律をあの無理やりねじ曲げて成立させて、それに従わないものは排除していくと。これ、日本でもですねいろんなわけのほかの法律がばばん通ってるんですよね。この間あの間 えー、親のの禁止っていうの通りましたよねこれ、長谷なんとかという当時の大臣があの持ち込んでるわけですよ。あの一時期、ほら親の体仏で子どもが亡くなったということを大騒ぎしてる事いありましたでしょうあ。マスコミのキャンペーンがしつこくしつこくキャンペーンしてますでしょう昔から、ね、子どもを虐待する親は、ね、あのいっぱいおりまして、ねえー、それによって、えー、この死んじゃった子どもいっぱいいるわけですよ。ね しかし、この報道のあり方はもうしつこくしつこく連日ね、えー、子どもがかわいそうだと、こういう親から子どもを保護しなきゃいけないと、そうやって世論を作っておいて、この持ち込まれた法案が、大罰禁止法です、親の、うんね。そしてね、その時のこの長谷なこと大臣が、ゆくゆくはね、親の懲戒権もあ見直すんですよ。 親には子どもを教育するために懲戒権、つまり懲らしめる権利があると。自明じゃないですか、自明、当たり前じゃないですか。ね、あのこの子どもに、ね、あの理屈を解いて説明できるわけないじゃないですか。ね、で仕方たないときには体罰をしなきゃいけないと。ですよね。それも、ね、取り上げると。民法にちゃんとあ,あ,あるらしいんですよ。親は子どもを、ね、懲らしめる権利があると。懲戒権。これも今、廃止されてますよ、いつの間にか。うん もう日本の影響はどうなるんでしょうだから親が子供をね、叱ったらね、法律違反と。で、これをまたあれですか学校が子供を洗脳して、体、ええ、罰、体罰というか、お叱りを親から受けたら、子供がえ親を密告する社会。そう、密告する社会。ものああ、ね、が言えない社会ね。ヨーロッパで俺はかなり住んでるわけでしょう。要するにね、アメリカ、ヨーロッパこの辺の話はもうちょっとまたあの突っ込んでくれませんか、えー、あの このこ個人をバラバララにしていくっていうのはお親がいて初めての子供じゃないですかで家族っていうのは一家族だけじゃなくておじいちゃんおばあちゃんがいててどんどんつながりがあってあるはずなんですけどこのそういう核家族って聞くと日本の我々からすると核家族自体も危ないじゃないですかだって核家族だから脆いですよねだってお家のこの社会から外れてるわけだから。 そういうい意味で家っていう伝統があったとでそれをなんかまたもうこ攻撃されるんですけどアメリカのこの言論人の話を聞くとアメリカでは今核家族が攻撃に遭っているんだっていう話をしていて核家族を守らなきゃいけないっていう話をしてるんですよねだから一歩ずれてるんですけれど向こうの保守の人たちは家族の単位を守りましょうなんですよで我々は家の単位を守ってその中で核家族核家族って言葉自体もおかしいんですけどね まあ、か家族の、えー、和を大事にしましょうっていうのは、まあ、そもそも,もう個人をバラバラにして始めて支配が可能になるわけですからその方向で手を変え品を変えいろいろ、まあ、されているわけなんですけどえオランダからですねダボス海域の様子を見に来たある国会議員がいましてその方にインタビューをしたのでそのちょっとお話を紹介してもいいでしょうか。う今度は えー、私が去年ですねオランダに取材に行ったときに、えー、かなりこのグローバリズムの全体主義に対して、えー、一般の国民、あるいは議会の中でもバリバリ戦っている人たちがいるっていうのを初めて知ったんですよ。かなりり運動ははもう盛り上がってきてきいるんですよね 日本のメディアが伝えていない中で,でその中で民主主義フォーラムっていう政党がありまして当主は、えー、チェリー・ボーデさんという方であイケメンあイケメン映画俳優みたいなイケメン、うんね、があの私がいたときにです、ねえー、一般の人でも行けるのかとで連絡が来てこ来,来れるみたいですよ中には入れないけどと <laughs> 言って翌日来てたんですよオランダから<ー>飛行機に乗ってそ,れでそこでまたインタビューをあのさせていただいたんですけれども。 えーまあ、その動画もこの間、アップしたんですけれどもね、でオランダからも、えー、自分のオランダを売るために、ダボスに政治家がいっぱい集まってきてるっていう言い方をしてました、でえーまあ、そのお話がとても面白かったんですけど、でいろいろ聞いたんですよ。 私が取材行って帰ってきてその後から、またいろいろ議会でですねチェリー・ボーデ氏はあの爆弾発言をいっぱいしていて、えー、内閣にボイコットされたっていう経験もあってですねつまり何があったかっていうと財務大臣が、えー、財務大臣がイギリスの有名なスパイ学校出身でしょうと議会中に指摘したんですよ。<う>でで、えー、このの、ま、財務大臣がですねあのハーバーーバドのセンントアンソニーカレッジ っていうとこがあるんですけれどもそこは諜、えー、報機関がリクルートをするって有名なところなんですよねで記事も出ていたりして、まあ、日本ではあんまり知られてないかもしれませんが、まあ、そういう大学を出身なんだとでそれを話をした時に、えー、議長がですねこの個人的な話はやめなさいと。 大,大臣がどこの学校を卒業したかなんて関係ないでしょって言うんですけれどもいや関係ありますよってどんどん,どん,どんお話を進めていくんですよ。侍ですねまいにはこの大臣とまた内閣の人みんなぞろぞろ席を立って議会を退出するんですよボイコットですねでそ,の、えー、そういうことがありまして、えー、そういうことがあど,どうでしたかなんていう話を聞いたりましました、えーまあ、そういうわけでですね いろんなあのー、立ち上がってる人たちはいて、うん、えそこでまたダオスで再会をしたんですけれどもでまた他にもです流行り病についてのスピーチもしてるんですけどこのラジオ放送はですね YouTube でも生配信を同時でしておりまして、えー、そのことはちょっと。 あの <laughs> 触れられないと。は <laughs> いかかちょっと難しいので。言源の銃はどこ行ったんですかね。本当ですね。詳しくはなので私のメールマガありますからぜひ見ていただきたいと思います。動画もですね。でもう一つですねちょっとぜひ紹介したいものがあるんですよ。 よよろしいでしょうかどうぞどうぞ行きましょう局長あのダボス会議で従業員のノウハウを監視する技術が紹介されるというニュースを <laughs> 聞かれましたかちょっと聞いたことないですね聞いてないんですかノウハウノウハウ<う>え講演者はノウハウの監視で職場の様々な問題を解決可能と主張とありますでこれもですね陰謀でもなんでもないですよ <laughs> あのだ世界経済フォーラムが動画を 流してますこういったあの内容のセッションをやりましたとその映像を見ているだけの話ですからね、えー、でその中でですねあの学者のニタ・ファラハニー氏という女性の方がですねもうこの方の、えー、がもう今こういう技術はすで、えー、に実践で使われてますよという紹介の仕方をしたんですよ。 企業による従業員のノウハウモニタリングを可能とする技術について講演を行い脳波ウウのモニタリングが将来一般的になるとの見解を示しましたと脳波、えー、ウウのモニタリングによって心を読み取る装置は未来のデバイスではありません脳波、えー、ウウを検知するセンサーを備えたヘッドバンドや帽子イヤホンヘッドホンなどの えー、装着可能な機器を使用することで人間の幸福や悲しみ怒りなどの感情を検出する技術がすでに生み出されていますとでこれ映像を紹介するんですね彼女はあのど動画を紹介しますで、それは私も見たんですけれどもある職場の映像なんですよで女の人が映って従業員の女の人が映っていてこうナレーションが始まりますこの職場では職場恋愛が禁じられています だから、えー、このな何々さん女,女性の何々さんは、えー、隣のデ,デスクのなんとか君がかっこいいと思っているけれどもその自分の高まる感情、この脳波が上司にバレないか心配ですと <laughs> こう始まるんですよ、うん、ナレーションが。で、えー、この映像の中にはですね上司の部屋が映っていて上司の部屋にはそれぞれの従業員の脳波が絶えずモニタリングできるように、うん、脳波が出てるんですね、えー、映像の中で。 それを見て従業員の心の状態がどうであるかっていうのをチェックしていると、で映像はこう続きます、ある日、警察がこの職場の脳波の情報を押収しに来ましたと、えー情、情報を出せというふうに警察から指導が入りましたと、ガサが入ったってことですね、脳波の。 それでこの会社の何々さんが不正を働いたからその時の捜査をするために会社の従業員のノウハウを取りに来たんですと警察は。で何々さんはこの一緒に不正はしてないけれどもでも同じ時期に新しいプロジェクトをこの容疑で捕まっている人と一緒に計画してたからその時の自分のノウハウこの容疑者と シンクロしている別の従業員のノウハウを探しに来ているから自分はドキドキしていますとこんんなな感じなんですよこれって、えー、こ,うこういうふうに話をされてるんですよねだからしょっちゅう繰り返していってますけれどもコントこれをは素晴らしいって素晴らしい技術だわと思うのかいかに我々がコントロールされるための技術開発が行われているのか。 私たちの心の中はプライバシーじゃないですか人権侵害じゃないですかでもこれが犯罪として扱われるんではなくて技術の進歩として話し合われているのが本当に恐ろしいと思いました、はい、結局あれですよね人間管理ね、あのーこのまあ、陰謀論はいろんな種類ありますけども、えー、この人間をね家畜化するっていう なんんかこういういいも面白いのがあるんですよねだからなんか陰謀論の現実があるわけですよ。誰が何故にこういう、ね、あの現実のこう技術を、莫大な金をかかりますよ、こういう研究開発ね。えー、この伊達や水橋でできるもんじゃありませんよね。だから一定方向の、えー、なんて言うのかなあ流れができているに違いないと、えー。そういうふうに警戒しなきゃいけませんよ、それにね。 だから人間牧場人間を、ね、まるで家畜のごとく管理するような技術を進んでいると、うん、もう生殺与奪生きるも死ぬもね生かすもあのこの管理の技術一本で決まるとなんかあのいろんなね未来科学者みたいな人たちが予測して将来はもう所有したいという人はみんなレンタルで済ますというんだねその方が合理的でね えー、経済合理性にかなっているというようなことをいう学者がちらほら出てきてるんですよ。これはですね、奴隷の定義ですよ。奴隷は物を所有できないんですね。うん、もう、なんていうのかな、所有権そのものをなくしてしまおうというふうな流れがこの始まっているとしか思えない。頭のいい人を騙せるんですよね。そこでまあ冒頭のあれに戻りますけど、もう自民党とかね、世界の,この政党というのは、もう国民の側に立っていないと。 庶民を守る側に立っていないなとここがもう腹立たしいわけですよ。あのまあえーまあ、日本の自民党に限らず世界の保守,保守系の政党がみんなあの左巻きに巻いてですねあのむしろ庶民にこの害を与えるような政策ばっかり行っているとあだからこれは大きな流れがあるとつまり主任が言う グロ,ーバリズムグローバリズム全体主義がひたひたと迫ってきている恐怖の,あの時代ということなんでしょうかね。そうですねで本当怖いのはそれに社会がどん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 その方向進んでいってますけどそれがみんな望んでやってしまっていることなんですよね。つまり、まあ、は別の言葉で言えば騙されてるってことなんですけどこのの喜んで とんででもないい政策を受けけけ入れれててるるようにし向けられてるわけですよこの今の脳波ウウの技術もそうですけどやっぱりあなたたちを監視しますなんて言ってこれ <laughs> 広められないじゃないですかだから例えば、えー、運転中に居眠りをして死亡事故をあの起こす長距離トラックが出ているから、うん、そういった、えー、眠りに落ちる時の脳波ウウをちゃんと管理できれば、えー、眠る前に。 この機械が人間をアシストできますとだからいいものでしょとでみんな騙されておお素晴らしいものだわーって言って受け入れるけど実際使われる方というのはそう,そういうものというよりは感衆のほうに使われるとこういううい感じななんでしょうねなるほまあこの種卓球の,の話話つきませんけどもあの今の、ね、主任のお話脳波で人の心を、ね、読んで管理すると、ね、こいつ今何考えてるのかと。 どういう感情を持ってるかというのはもう技術的に捉えることができるとあの面白いことが現象あってですね主人ねハリウッド映画でですね大体前もって映画化されるんですよ<あ>実は9.1時アメリカの,このツインタービルのテロリストのハイジャックに飛行機が突っ込んだ事件がありましたよね、うん、あれも、えー、その事件発生する数年前に映画化されてるんですよ ああオハイオナの脱線事故もそうなんですよネットフリックスのドラマ「ドラマホワイトノイズ」。そうホワイイトノイズ怖いですよ、ね、もう映画をね、場所も <laughs> 場所も一緒、ね。だから映画で先にね、えー、の予告するからごとくその後に、ね、発生するわけですよ。不気味の羽じゃないですか。でね今のノウハウはどういうの、ん、かのね、トム・クルーズ主演の「マイノリティ・リポートという映画があるんですよ。うん、これもねね未来の犯罪を、ね 今の脳波で調べてね逮捕するとああ<ー> <laughs> んか見たことあるかもしれない、ねはい、そういうなんかよ映画が未来を、ね、予告するような現象結構あるんですよねそうですよねソイ,ソイレントグリーンもぜひ見てほしいですけどね見たことない方恐ろしいですよね,ねまああのー、今後もねあのですから主任もうね、あのーまあ、我々のほら師匠が 沖縄のタイムズを見ると、ね、目が汚れると、ね、で我々はそういうい一緒に戦ってきましたがもう、ね、敵は巨大であるともうグローバルの活躍をしなければし主任が、ね、これは皆様に本当の情報が伝わらないとマスコミもすでに支配されてますでしょう、ね、大事な情報ほど伝えませんよねだからマスあの主任が、ね、ますます期待されて活躍をワールドワイドな活躍をしなきゃいけないというふうに でもあのちんから新聞相手にねエネルギーを使うのもどうかなと私は思いますねあ、そうそうですね実は今日今朝ですねあのインタビューをあのやりましてまあ、私がではないんですけれどもあの福島正則先生という京都大学の名誉教授の先生で、えー、流行り病の、えー、お,お注射問題これぐらいだったら多分言えると思うんですけど <laughs> に関してあの えー、死亡者の数をですね今、政府公表してないんですよ、お<ー>このおやばいんだ。ちゅってやった後にどんだけ亡くなるかって数字出してたんですけど、<ー>でもその数字をもう出さなくなってしまって、<ー>でなんで出さないのかっていうのを、あのー、情報公開請求したんですよ。そしたら1回なんかな ちょっと待ってくださいっていうお知らせが来てその後に情報がないから出しませんっていうに変わったんですよあるはずなのに出さないってことで裁判始めましてこれが世界的なニュースになってるんですね世界的な福島まさりん先生がはい、先生日本語でインタ話した記者会見が英語字幕ついたらもう爆発的に全世界で日本にも注目が集まっていてそういう流れがあってですねあのアメリカのこういう情報発信をしているグループの人たちが 福島先生の話を聞きたいということで今日私があのいろいろあのご紹介をしてですね、あのインタビューをしました。なので、えー、まあ我々日本国内での戦いっていうのが日本国民だけじゃなくて全世界の人たちを救うためにあるんだと,、うん、ということで活動をですす、ね。ね、うん、広げております、うんまあ、今後もね、そういうふうな活躍が期待されると思いますね。では、にに最後にね、あのー、締めてもらえますか。 はい、えー、本日もご覧いただきましてありがとうございました、えー、そろそろお時間となりましたので今日これで締めくくりたいと思います、えー、毎回言いますが我々は一人ではありませんたくさん同じ仲間がいますただマスコミは隠しているだけです、えー、共に輪を大きくして頑張っていきましょうそれでは最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた来週お会いしましょう来週またお会いしましょう thank you